コセガインコは、オーストラリア東部の森林に生息するヒインコの一種。一般的に用いられる英名は、緑の羽毛に縁取られた黄色の羽毛がまるで鱗のように見えることに由来する。1820年に、ドイツ人動物学者のハインリヒクルによって発表された。ゴールドグリーンドリキート、グリーニ、グリーンドリキート、グリーンイエローロリキート。 グリーンキーとグリーンパロとグリーンリーク、グリーンリーフ等の名前でも知られている。本種の羽が鱗のようである特徴から、公語ではスケーリーと呼ばれることも多い。種名のティークローレレポテタスは古代ギリシャ語で緑を意味するクローロ、ラテン語で鱗を意味するレピドートスに由来する。体長はおよそ23センチメートル。軽観と側頭部は 少し青みがかったエメラルドグリーンで首の後ろ、胸、喉のあたりに緑の羽毛に縁取られるようにして黄色の羽毛が存在しており、これが本種の特徴の鱗である。お葉は暗いオレンジ色をベースに外側の羽毛は緑色をしている。脇の下、太もも、下をずつには黄色の反転があり、下を服は朱色。黒目の周りとくちばしは朱色で、 口し上部の花と足は灰色。主にオーストラリア東部バマがクイーンズランド州の北端、ニューサウスウェールズ州南岸のイラワラ地区などの森林地帯、または離島にも生息する。基本的に沿岸の平地や、それに隣接する大地にのみ生息するが、時折グレートディバイディング山脈西側の水路沿いで発見される。ほとんどは北部で定住するが、 南部に少数存在するものは誘導的である。開けた木々がまばらな場所やティーツリーの茂みを好む。葉の色に紛れることで他の鳥から発見されにくく、子育て中でも木の下から見ても目立たないが朱色のくちばしで本種に気づくことが多い。開けた木々がまばらな場所を好むが、開花しているティーツリーの茂みの中にいることもある。小さな群れでいるか、 飛んでいるか、花を持っている木の枝で食事していることが多い。基本的に、森林地帯にいるが、都市部の庭や公園に現れることもある。一直線に高速で飛行し、羽音と噛んだかい鳴き声を発する。極めて大きく、喧嘩をするときは叫び続け、餌を探しているときも鳴き、さえずりながら食べる。休んでいるときは、穏やかにではあるが、やはりさえずる。 繁殖期が近づくと、特別にうるさくなる。個性がいいんこは、五色性がいいんこと似た習性を持ち、一緒に群れをなすことも多い。両者とも主に、t リーのような紅葉樹の花蜜や花粉を食べるが、花自体や果実、昆虫とその幼虫を食べることもある。果実や、売れる前の乳白色の穀類を非常に好むので、果樹園や穀物畑に害を与えることもある。3月。 4月に繁殖期を迎えるが、南部では8月から1月までの間と推測される。空洞の木の地面から離れたところに枝を重ねて巣を作り、そこに木くずを盛る。卵は通常2つだが稀に3つ育てることもある。卵は白いオーバル型で、およそうずらの卵より少し小さい。25日ほど卵を温めるが、オスは巣の中にいても卵を温めない。 オスもメスもヒナに餌を与え、不可から6から8週間で巣立つ。捕獲されてもすぐに順応し、人に懐きやすいが、時折攻撃的になる。人が噛まれると劣傷を生ずる恐れがある。バナナ、リンゴ等の果実を好み、糞は水っぽく、無臭。鳴き声が大きく、液状の糞は周囲に飛散しやすく、あまり出回らないこともあり。 アイガンチョウとしての知名度、人気は低い。突然変異で、青い個体もおり、胸に白い反転のあるものが、オーストラリアで繁殖している。人の言葉を覚える個体も存在する。稀に、ペットショップで販売されることもあるほか、静岡県の掛川花鳥園には、レモンロリキートと呼ばれる、黄色い変異種が一羽だけ存在する。ありがとうございます。